寝れないって言われてるけど、別に、なんていうか、ガチで寝れないわけじゃないっぽいんやけど、多分めっちゃグダグダになってるな。まあゆっくり、あれさ、電気消してさ、目つぶってさ、何も考えずにしてればおそらくいずれは寝れると思う。そんなにガチガチに寝れないわけではないんやけど、トリマね、やった。いやーね、ほんまに寝れないわけじゃないんやけど、とりあえずさ、なんていうんかな、寝る前に一枠ぐらいやっとこうかなと思って。まあね、日曜のこの時間、日曜ってかもう月曜やな、月曜やけど、この時間にさ、そんなにその人がねコメントしてくれるとは思ってないから、まあゆっくりとね、まあ知らん間に30分が経ってるんだろうねっていう、そんな感じ。ああ、カズミお疲れ。遊びに来て。まあね、テロップに書いてるほど本当に寝れないわけじゃないんですけどね。多分本気で寝ようとしたらおそらく寝れると思うんやけど、ただね、今日昼過ぎだったかな、夕方ぐらいにほんまに仮眠ぐらいなんやけど、30分か1時間2時間ぐらいかな、軽く寝たからさ、その関係で普段より寝つきにくいかなと思った。多分ねそんな感じ、寝つきにくいっていうか、多分寝れるとは思うんやけど、その変な時間に起きるんじゃないかなっていう。
いつでも寝れるっていう。どうなんやろな。寝れるかどうかはもう本当に、寝る感じになってみないとなかなか分かりにくいけど。まあ、とりあえずね、この一枠分は、あと何分ぐらいある？あと24分かな？ぐらいの間をぼんやりと過ごして、それから寝ればいいかなっていう。なんか、寝るまでの、なんて言うんかな、助走みたいな感じじゃん。助走つけて寝るみたいな感じなんじゃないかなと。なんかパッと寝ようとしたら多分時間かかったりするから、そのね、枠やったりとか、なんか間に挟むのって割とね、寝やすいのね。まあ、なあ、テレビの音なんかなんか分からんけど、すごいベース音みたいなの聞こえるな。どういうセンスなんやろ。ベッドに入ったらすぐ寝る。そういう人もおるよ。まあ、めっちゃ疲れてるとかだったら、まあ、あれなんかなと思うけど。ベッドの、まあ寝転がってるは、てはいる。何言うてんかも、カミカミやな。寝転がってはいるね。眠そうっていうか、これに関して言うと、寝転がって喋ってるとこうなると思う。全然眠くなくても多分こうなると思う。たまに寝転がって枠やってるとき俺いつも言ってるんやけど、寝転がって喋るのってしんどいから、なんかすごい疲れたとか眠いっていう感じになるんよね。どう考えてもね、座って喋ってる方が楽なんよ。寝転がって喋るのしんどいから、座った方がいいんやけど、それだと意味がないから、これから寝ようとする
方向に持っていくのに、今座ったらあんま意味ないから、あえて寝たまま喋ってるけど。でもたまにね、朝枠にや朝枠やったりとかしてる時はよくこういうことしてるんやけどね。この、まだ起きたばっかりやから、その布団から出ないままで枠やったりとかすることあるんやけど、あんまりこう夜中にこういう感じでやるのはあんまないから。朝っていうかもうほんまに目が覚めてない段階で、その朝枠って言ってもさ、「はいおはよう」とかって言ってるけど、割とさ、みんなある程度目が覚めてから枠やってる人多いけど、もうほんまにただただ起きた瞬間に開いてるみたいな時はちょいちょいある。夜中はね、普通に、夜中にやってるとしたら普通に起きてるだけやからな。そんなになんか、これから寝ようとしてないっていうか。まあ、あんまりね、もう夜中に枠をしようっていう時は大体もう、なんていうの、もう、ほぼ、普通にオールしてるぐらいの気持ちでやってるから、その、寝なきゃみたいな感じ、まあ今日別に寝なきゃって感じないんやけど、その、今日の場合はね、いや、なんかね、夜中起きててやることがあるであろう日はいいんやけど、なんか今日これやろうとかあれやろうってある時はいいんやけど、ある程度ね、そんなガチガチに用事があるとかじゃなくて、ある程度なんかしようみたいなのあったら、全然その快適にその深夜ライフを過ごせるんやけど、何にもなかったらさすがにさ、ほんで話し相手もいません。誰もみんな起きてないですっていう風になったら、さすがに苦痛やろ、その時間。で、ずっと枠やってるわけにも。いや、まあ別に、ねえ、ずっと開いててさ、まあワンチャン人が来なくても、ずっと開きっぱなしにしといて、
いつか寝ればいいやぐらいの気持ちでやるのもありはありやけど、それはそう、もうそれその通り、めっちゃ寂しいやんか。寂しいし、でね、俺もそれ悪い癖なんやけど、枠開いてたらなんか喋っちゃうから、その垂れ流しみたいな感じにできるんだったらそれでいいんけどさ、ずっと喋ってることになるやんか。じゃあ例えば今から4時とか5時ぐらいまでずっとね、枠開きっぱなしにしといて、でも別に俺人が来なかったら喋りませんっていう感じやったらさ、全然それでも平気やと思うんやけど、人いなくてもずっと喋ってるから、なんやったら今から1時半から4時ってね、2時間半ぐらいずっと喋りっぱなしになるよ。で、そんなんするから喉がおかしくなるっていう。来てよかった。まあね、今ぐらいの感じだったらまだいいっちゃいいんかもしれんけど、もうちょっとほんまに眠かったら寝落ちするもんな、誰も来なかったら。俺も言って、昼に一回寝落ちしてるからな、疲れ果ててる時に。誰も来なくてっていうか、まあ厳密には俺が寝た後に誰か来たみたいなんやけど、その 寂しいことないでしょ。確かにね。なんかワンチャンさ、さっき、カズミンが来たあたりにさ、ね、チラッと閲覧見たら4人とか5人とかになってたんやけどさ、2人ほどいなくなったな。なんかやたら増えてんなと思ってんよ。ちょっと画面から目離してたんよ。バックグラにしてたとかじゃなくて、単純に画面から目離してたんやけど、その時。で、戻った瞬間に、まあちょうどカズミが来てて、で、ちょうどカズミが来てて、で、もともと2人だったのが、確か4人になってたんよ。やから、あれめっちゃ増えてるなと思って。まあまあまあ、増えるのはいいことやからね。痛い痛い痛い。なんかその増えると思ってないタイミングで急に増えたからな。まあね、最近ありがたいことに、そのまあモグリも含めて数は多めやからね、ほんまに夜中とかに6人7人とかになることもちょいちょいあるから。まあこれも宣伝のおかげなんか。
と 勝手に思ってるけど。それね、ほんまに。まして、まあ今、まあ今もまあ夜中って言えば夜中やけど、この程度の時間ならまあ人も来るわなって思うけど、寝れん人もおるやろしな。やからまあ人が動くのも不思議はないんやけど、この前なんてあれ、3時半か4時ぐらいやったからな。そんな時間に、しかも平日のね、そんな時間にさ、フラッと6人7人来るってなかなかない。しかも潜りんっつったってさ、そりゃ一瞬だったらね、潜ってもないからね、ただ通り過ぎただけやんみたいなところあるけどさ、そんな10分20分いたってなるとね、なかなか大きいよ。いや、まあね、長時間潜ってるってなったらさ、それなりに理由があるはずやからね。まあ、話してる内容が興味深いのか、声を単純に気に入ったのか、単純に知り合いだけどコメントしづらいのか、何なんかわからんけど、なんかあるはずやから。すぐ消えるのはもうただの、そのおすすめとかに上がっててチラッと見に来たのかなっていう感じやからね。ていうかいつの間にかこれ合計11とかなってるけど、まあ結構通り過ぎてんの多いやんか。だから多分そういうのはおすすめとかに上がったりとか、そういうパターンだと思う。それか通知とかの関係かな。まあサポート通知があれだけあれば、そんなこともあるわなっていう。結構増えたな。俺がさっき見た時7か8ぐらいやったんやけど。まあね、俺今日そんなに閲覧の数を終えてないから、ぼーっとしてるから そんなにちゃんと終えてないから、知らんうちに増えてるっていうより、ただの不注意ではあるんやけど。いい感じにふわふわしてきたな。
望って感じ。いや、じゃないとあんまり、今の枠を開いてる感覚的に、これ終わってから寝ようってしてるときは大体こんな感じだよ。多分死ぬほど眠いときとかはもう枠開かないやんか。もうすぐ寝れるわけやから。なんかさっき若干重かったように感じたけど、大丈夫かな？多分大丈夫そうやけど。なんかゆっくりまったりというかして、で終わったら、まあちょうど30分ぐらい経ったらさ、ちょうどいい感じに眠くなっても来るんかなっていう。今まだだって、どういうんかな、うっすら眠さもなくはないけど、なんかすんなり寝れそうな感じはしないから、ちょっと時間かかりそうやから、それならその時間がかかる部分を、まあ枠開いてこうやって喋ってればいいかなっていう感じやからね。大丈夫そうやね。大丈夫そうっていうか、大丈夫じゃなくなったら多分聞こえなくなったりとか、あるやろうから。もう赤字になったか。そうやね。あともうちょっとやからね。まあちゃんと一枠、途中でね、重くなったりとかして消えたりすることなくちゃんと終われたっていうのもまあ良かったっていう感じで まあそんなにグダグダもしなかったし、いい感じやね。おやすみ。なんか急に このタイミングで4人に増えたけど 謎やな。まあ、そんな感じで。一枠オッツでした。とりあえず、バーイ。